アルナーチャルプラデーシュ州におけるタワングの位置、タワングは、インド最も東にあたるアルナーチャルプラデーシュ州の生誕に位置する地域、中華人民共和国チベット自治区とブータンの国境に接する。中華民国及び中華人民共和国が、領有権を主張し、中華人民共和国は、チベット自治区三南地区、ソナ県に編入している。 1962年の中印国境紛争の後、インドはタワングを実効支配している。ダライラマ六世法王の誕生地、タワングのタワングタウンタワングは、チベット仏教の聖地、ダライラマ六世法王の誕生地であった。1959年に、チベット動乱は発生したら、ダライラマ十四世がチベットからインドへ亡命した際に、タワングに立ち寄った。 2009年に再びタワングを訪れ中国側はインドを激しく避難した。タワングはヒマラヤ東部の森林地帯にあり住民は昔から樹脂が多く含まれるシャクナゲを燃料として使ってきた。近年利用量の増加や土地開発でシャクナゲの群落が減少し森林の劣化が危惧されるようになった。中国側の巨大なダムを建設し 中国側の農地への水流誘導を図るにつれて、水不足問題がタワングで起きている。インドタング、ダライラマ、中印の国境係争地にある総印を、訪問中国は反発中国、チベットインドの国境問題とそれが日本に示唆する、ことダライラマが、中印係争地訪問へ都内で、記者会見中国とインドが抱える、領土紛争と水の問題。ありがとうございます。